こんにちは。今回は眉間のシワを伸ばしてリラックスということでお話しいたします。人間緊張状態にあったり、またはストレスを感じていたり、このストレスに対することを考えていたりすると眉間にシワが寄るときが多いんですよ。こういう感じですね。眉間にシワが寄ってしまうと、もう顔周り筋肉に力が入っているってことで、強いてはこの時間が長くなってきたりすると顔の顔面の骨が歪んできたり、頭蓋骨に歪みを生じたり、強いては強い肩こりを引き起こしてしまうことがあります。ですから眉間のシワを伸ばすというのはリラックスをしていくということにもつながってきますので、もしあなたが眉間にシワが寄ってるなと思ったときは、この眉間のシワを伸ばすようにしてみてください。非常にやり方は簡単です。眉間にシワが寄るときってのは、この眉毛の部分の筋肉が下に、真ん中に集まってる。額の部分の筋肉がこの下に行ってる。っていう形になってるんです。ですから、真ん中に寄っている眉毛の部分の筋肉を外に開く。そして下に落ちている額の筋肉を上に上げていく。そういう形でやります。2種類やり方あります。まずは、眉毛の上に手を置いて、これを外に開いていく。これも強い力はいらないです。強い力でやると余計に緊張して逆効果になっちゃいますんで、外側に気持ちよく開く感じで、ちょっとの力でいいです。全然これ力つまって、ほんとにちょっとの力。皮膚が引っ張られてるなーって感じのレベルです。これを30秒やりましょう。そして今度、眉間にシワが寄ってると、額の部分が下に下がります。この下がってる額を上に押し上げる。この眉毛の上の部分を持って、今度は上に気持ちよく皮膚を引っ張りましょう。これも強い力で、先ほど気持ちよく軽く上に押し上げる感じ。これは30秒やりましょう。外側に開くのを30秒。上に持ち上げるのを30秒やりましょう。やってると結構気持ちいいです。そうすることによって、この、額周り、目の周りの筋肉がリラックスして、この眉間のシワが減っていきます。そうすることにより顔周りリラックスして、肩こりも、改善していくことがありますので、ぜひぜひこの眉間のシワ伸ばしセルフケア、やってみてください。また、それ以外にもね、緊張を取る方法としていろいろありますので、あくまでね、これで全てを解決するわけではないですけど、眉間のシワを取るというこのリラックスの方法、顔面、首周りの緊張を取る方法の一つとして有効ですので、ぜひぜひやってみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。